小川誠です。柳です。パイナップル斉藤です。はい、はいはい、ということでベーグルを探す巡りしてますけれども、うん、ベーグル会ね、その日ベーグルさん、こちらも初めてなんですけど、で私も買っちゃうからね、はい、私どうしようかな、どうしようかな。あれ、人気ナンバーワンは誰ですか？これじゃない？ブリが売り切れてる。あ、売り切れてる。あ、そうなんだ。ちなみに人気ナンバーワンって何？チョコマカダミアです。うわ、絶対美味しいじゃないですか。やだ。あと私このクワトルチーズ、あとスチルポテト。本当にめちゃくちゃ買うんですよ、この人。あとクリームチーズ。あと何個買うんだよ。イチジク。ペッパーベーコンチーズとカレーだったらどっちがおすすめですか？手羽根肉はやっぱりカレーになります。じゃあカレーで。じゃあその5個買っていこう。5個。ちょっと待って、落ち着いて。これ小川さん全部、小川さんの5つ。個人的な。はい、これ、ま、個人的な5つですよ。あ、そうか。あ、そうか。ひなにさん、引いてますよ。そうか。中でも作ってるんだよ、小川さん。あ、すごい、手作り。ありがとうございます。小川個人用買いましたので、イエーイ。うー、なんて素敵なフォルムなんだろうか、ベーグルって。名言きた。フォルムがある。なんて素敵なフォルムなんだ。愛おしい。ありがとうございました。あ、ゲットだぜ。ゲットだぜ。番組の袋とさ、個人用の袋でかいな、個人用。はい、ということで、その日ベーグルさんのベーグルを、はい、いただこうと思うんですけど、ここもまあね、ほんと種類が豊富でしたね。いっぱいありました。ベーグルの、ここはほんとベーグル専門店、ね、ということで、もうね、ちょっと開けてみるね。うまそうなのよ。あ、うまそうとか言っちゃいけない。美味しそうなのでございます。はい、もうテンション上がりすぎちゃってるから。はー、これなんですか？カレー絶対美味しいよ。ちょっと黄色い生地、めっちゃカレーの匂い。あ、これ結構ずっしりしてる感じか。ショコラ、これ多分チョコとキャラメル、はい、これデザートベーグルですね。このその日ベーグルさんのベーグルさ、形がめっちゃ可愛くない？おしゃれよね。可愛い。可愛い。はい、処理します、ね、電子レンジってそれ見るためのターンテーブルじゃないですからね。均等に焼けるためのターンテーブルだから。いいね。美味しく食べてもらえるって幸せだよね、君たちも。そんなジャムおじさんじゃないんだ。一番、あ、はい、できました。できました。めっちゃいい匂いです。こちらパンが焼けました。すごいカレーの匂い。本当だ。お母さんが聞いたことない声だ。規制ですよ、規制。規制を上げて。あー、見て。あー、空洞ありますね。キャラメルの匂いがすごいする。あ、すごいじゃない、これ蜜みたいになってる。さつまいもで言ったら蜜ね、この間。一回じゃあこれをこうします。これめっちゃ楽しみなんだよな。めっちゃカレーの匂い。お、おあ、ちゃんとカレー、ほら。うわ、すげー。まあ、カレーパンみたいな生地にもカレー入ってる。カレー粉。わあ、で上にはチーズがかかってるからね。最高じゃないですか。はいはい、取ってください。いいですか、カレー食べて。はい、カレー通り。すごいのはカレー、ちゃんと具入りのカレーを入れてるんですね。じゃがいもとか入ってるの。うん、もうこれうまいわ。うん、カレーの味も多分誰でも食べれるぐらいの辛さに調整してある、うん、ちゃんとスパイシーさはありますね。ある、ありますね。うん、生地もムチムチっていう表現で伝わるかな。ムチムチはもちもちの上ですか下ですか？ムチムチはもちもちとは違うジャンルです。違うジャンルなの？ムチムチともちもち違うんですか？違う、違う。なんだ、そうムチムチしてる。ムチムチ、これエロい女の人に使う言葉ですよ、それ。ムチムチしてる、ここの生地。硬くない、硬くない。硬くはないですね。硬くない。でも、軽くない。
僕本当にベーグル初心者ですけど、水分の含有量はちょっと少なめな気がしますね。確かに。うん。小川さん一個だけ聞いてみたい。これは美味しい。けどカレーパンで良くね。やめ。僕も一瞬カレーマンで良くないって言おうと思ったんで、あのコンビニで売ってるね。カレーマンかカレーパンかどっちか、うん、みたいな。カレーマンはソフトじゃん。あ、カレーパンは上がってますか。上がってるじゃん。カリッと、カリッとなって、うん、カレーベーグルは、うん、ヘルシー。ヘルシーですよ。本当にヘルシー。揚げてないし。まあ揚げてない。カレーパンよりねヘルシーだよね。カレーマンは、うん、まあもしかしたら皆さんね、うん、いろいろ食べやすいなって思ってる方もいる、まあソフトね、けど。え、こっちの方がお腹に溜まると思いますよ、私。溜まるのは溜まる、うん、溜まるし、罪悪感がないの、何より。なんかカレーパンって揚げてるし、それだけでもう1個食べたら罪悪感というか、自分の中で、まあ、カロリー考えたら、うん、じゃあ小原さんの中で、はい、こう世の中に数多あるカレーを何かで包んだものランキングで言ったら、もう1位はカレーベーグル。カレーベーグルは最高でしょ。だデザート最後の1個、これがチョコキャラメル。うん、どう？あ、匂いがいいのよ。うん、これね、めちゃくちゃ美味しいですね。うまい、うまい。あ、うまい。これ美味しいわ。ね。中身そんなに入ってないかなって正直切った時思ったんですけど、うんうん、これぐらいでちょうどいいぐらいキャラメルがしっかりしてる。ですね。めちゃくちゃ美味しい。そしてこのキャラメル。これうまいですね。これ幸せ。これおやつに最高だね。うん。ムチってなんだ。だから餅じゃないんだよ。ここのベーグルさん、ムチって感じ。餅なんですか、うん、もう一度聞きますけど、餅とムチは同じジャンルではない。うん、違うの、わかんない。もちもちとムチムチは違うでしょ。多分ね、ベーグル食べてる人はわかると思う。ムチムチ食感。本当っすか。むぎゅむぎゅとかあるの。むぎむぎ。むぎゅむぎゅ。あー、むぎゅむぎゅ。むぎゅってしてる食感の生地とか、これはムチムチと思います。私はね。いやこれベーグルガチ勢の人見てくださってたら、うん、コメント欄に書いてほしいですよね、うん、小川さんに共感できるかどうか。共感してほしいな。だから食感何種類かあるんですよね。もちもち、むちむち、むぎゅむ、ふわふわもある、うん、あとむぎゅむぎゅもある。ある。もちもちとむぎゅむぎゅとむちむちはその軽いとかじゃないの、重さにはあんまり関係ないというか。いや、だから見てる方で、ね、僕と同じ感情の人もいたらちゃんと書いてくださいね。この人ずっと何言ってんだろうって書いていいですからね。本当にそれも書いてくださいね。コメントに一個だけ言い、また何ですか。美味しかったチョコレート。そうでしょ。でも、うん、ミストでよくない。なんでだからさ、ドーナツは揚げちゃってせやな、あげちゃってるじゃん。だから罪悪感がないの。私がもともとその菓子パンをベーグルに変えた理由もそこで、うんうん、あ、カロリーカロリーカロリーがさ、うん、あるでしょ、うん、だからでも甘いのを食べても罪悪感がないんですよ、ベーグルだったら。そっか。でもまあ事実僕とヘルギーさんも、はい、うん、ちょっとベーグルありかなっていう気持ちに今日でなったのは間違いない。全然美味しい。美味しいでしょ。近くにあったら買うと思う、うん、はいはいはい、わざわざ行くかどうかは分からん。いやだからあとは、うん、これをもうちょっとな、わあまた食べたいって思わせるにはもうまた行きましょうね。じゃあ、はい、ね、はい、じゃあ最後にね、おばあさんのちょっと星5の中で、あ、おばあさんの好みを。その日ベーグルさんはそうっすね、4かな。おー、高得点。いきますね。いきます、いきますね。きっとあのベーグルのフォルムがプラスですか。そう、フォルムね、そう、ふっくらしてて、あと大きさもボリュームがある感じだから、それでもテンション上がっちゃう。なるほど、ね、そうなんですよ。だからあの皆さんもね、ぜひお近くの方とか見てみてください。ひまわりベーグル、パンパンスマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。